なんでだろうな結構服にはお金をかけてるし、YouTube だとか雑誌見ながら、それなりにファッション頑張ってるはずなのに、なんかあんまりこう異性からの印象って良くないんだよな。まあそういったことを思っている皆さん、こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、おしゃれを頑張りすぎると、かえってモテなくなる説というものをですね、皆さんにしっかりと解説をしていきたいなというふうに思っています。まあ冒頭ですね、ちょっと小芝居をしてみたわけなんですが、結構このような悩みを持っている方、少なくない 特に YouTube でですね、僕の動画ですとか、様々なファッション YouTuber の方、いろんな動画あると思うんですけども、そういったものを熱心に見ながら、いろいろとおしゃれを頑張ってる方に限って、すごく印象が良くなる人もいれば、かえってこじらせてしまって、なんかあんまり褒められないんだよなと悩んでる方、二つに分かれるかなと思うんですね。僕のコメント欄を見ていてもそういったことを感じるわけなんですが、なぜなのか、なぜこのようにおしゃれ頑張ってるのに褒められないということが起きるのかということ、 ここをですね、今回なるべくわかりやすく皆さんに解説をしていきたいなというふうに思っています。まず一番最初に皆さんが持っている誤解についてちょっと話しておきたいなと思ってるんですが、おしゃれな人ほどモテるというのは結構な勘違いで、もちろんおしゃれにも様々なレベルがあると思うんですね。ファッションに全くですね、無頓着で興味がないところからスタートして、おしゃれ初級者みたいな段階があります。そしてその次にはおしゃれ中級者があって、おしゃれ上級者というですね、一つのこうピラミッド構造になっている わけなんですがこの ピラミッドの頂上にいるおしゃれ上級者の方々が一番モテて一番好印象かというとそんなことは全くないんですねかといっておしゃれが無頓着で機能性が良ければいい着心地が良ければいいまあ他人からの見た目というのはそんなに重要視しないっていうのもこれまた印象が良くないのも事実なんですねじゃあどのあたりのラインが一番ですね好印象なのかというとある程度ベーシックな着こなしでサイズ感で言うとジャストサイズからちょっと緩めぐらいですかねこれぐらいの感じ 買い物するのはユニククロロだとかググーーーーーーババルルワークグリリンンレベルアーバンリサーチこの辺りのですね、ちょっとリーズナブルなとこから中ぐらい、そしてそれよりもやや上ぐらいのゾーンですね。この辺りでベーシックを軸足しながらややトレンド感があるような着こなしを楽しんでる方。割とおしゃれ初級者から中級者の中でもそんなにこだわりすぎないライン。この辺りが実はですね、好印象だったりするわけなんですね。これなぜかというと、人口の割合が一つの原因かなと思ってるんですね。おしゃれ上級者 というのはもう全体の人口からするとかなり少なくて希少な人たちなんですよねで、着こなしもかなりエッジが効いていて世界観が強い癖も強いのでそういった着こなしに対して理解できる方々も非常に少ないんですねおしゃれ上級者の着こなしが理解できるのはおしゃれ中級者の中でも上位の方々だとかあとはおしゃれ上級者の間の中ではそういったスタイルっていうのはですね非常に評価されていて憧れの的だったりするんですが一 一般的な感覚からするとかなりですね、エッジが効きすぎているので理解ができないしなんか近寄りがたいなとかエッジ強すぎてちょっと怖いなと思われる方も少なくないのでこのあたりのオシャレ上級者ゾーンっていうのは決してモテるファッションとは言いづらいのかなと思います決して他人から見た時にめちゃくちゃ好印象な服ではないかなと思ってるんですね一方でオシャレ初級者から中級者の中でも割と初級者よの方というのは基本的にはベーシックでありトレンド感が ほんのり漂うぐらいなので、人口の比率からしても結構このゾーンっていうのは多めなんですね。なので、同性が見ても、また異性から見た時にも、ちゃんと理解ができる範疇なので、このあたりというのは印象がいいんだけども、どん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 おしゃれを突き詰めれば突き詰めるほど、人からの印象というのは、かえって逆効果で下がっていくというところは、やっぱり理解しておいた方がいいんじゃないのかなと思っています。で、先ほどもちょっとお伝えしましたが、ファッションについて色々と学んでる方というのは、ファッション雑誌を読んだりだと とか、あとはファッションユーチューバーだとか、いろんなインフルエンサーの方の情報を結構熱心に撮ってる方が多いかなと思うんですね。で、ファッション雑誌にしても、そういったファッション系インフルエンサーの方にしても、やっぱりですね、おしゃれ上級者の位置の方が多かったりするんですよね。その結果、結構着こなしにエッジが効きすぎてしまったりだとか、すんごいおしゃれなんだけども、それが周りから理解できないぐらいのですね。トレンド感が強めだったりする結果、かえって親しみやすさというところがなくなってしまって、印象が良く。 少なななななないといいいとととうう方も少なくないかなと思うんででですねなののこここが難しいところなのでおしゃれの楽しみ方は人それぞれでどういった楽しみ方も僕は素晴らしいなと思うんですが他人から見た時に好印象を得たいというのであればちゃんと人口比率が多い人から理解できる範囲のファッションに留めておくということも結構重要かなと思っていますただおしゃれというのは楽しいのでどん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 階段を登っていきたくなっていくもんなんですよねまずは僕の YouTube とか見ながらユニクロだとかあと は GU だとか、無印良品、グローバルワークとか、このあたりで買い物をしてきて、あ、面白いな、ファッションってって思い始めて、もうちょっとなんか階段登りたいな、ということで、セレクトショップのオリジナルですね。グリーンレーベルだとか、アーバンリサーチだとか、エディフィスだとか、ナノイーバースだとか、このあたりに登っていくと、おー、な、やっぱり、やっぱりベーシックなところはあるんだけども、トレンド感のミックスの仕方がとっても良くて、これはこれで最高だな、という形で、ステップアップしました。で、それにも慣れてくると、 と今度はもうちょっとエッジ聞かせたいんだよなってことでドメスティックブランドを買ってみたいだとかまるまる専門ブランドだとかそういったものを買い出したりだとかさらに着こなしにエッジを聞かせていくんですねまあ、そこまで来るとですねだんだんこじらせてきた証拠なんですねまあ、僕自身もファッションが大好きでいろんなブランド買ってきていますいわゆるですねファッションが大好きでおしゃれをこじらせてきた人間でもあるわけなんですがここまで行くとやっぱりですね他人から理解されない問題っていうのが必ず出てくるか なと思いますこれは多くのファッション好きの方が陥りやすいところで、これまでは他人から褒められるようなファッションだったのが、少しずつですね、おしゃれオタク化していくというところ、自分の世界観が強めになっていくというのは、まあどうしても避けられないところではあるんですが、それはそれで世界観としてはめちゃくちゃ楽しいんですね。もう他人からの印象っていうのはもうある程度置いといて、自分の世界観を強めて着こなしをどんどん楽しんでいきたい。これはこれでめちゃくちゃ奥深くて、僕は大好きな世界観なんですが、 そうすると、やっぱりですね、両方は取れないんですね。おしゃれが好きな方には理解できるんだけども、一般的には、ちょっとその着こなしどうなってんのなんかサイズ感それでかすぎないとか、なんか変わった着こなししてますねとか、個性的ですねみたいに言われるようになるんですね。それを良しとして、どんどん自分の世界観を研ぎ澄ましていくのか、いやいや、第三者から見た時に、好印象であること、やっぱり女性からも好印象を持たれたいんだよねという方は、 ある程度で抑えておくことが非常に大切だということをぜひ皆さん覚えておいていただきたいなと思っています。で、今回のテーマなんですけども、おしゃれすぎると帰ってモテなくなるということで、モテという言葉を出しているわけなんですが、このモテっていうのもなかなかですね、難しいもので、なかなか言語化するのも簡単ではないんですが、僕はスタイリスト歴14年で、結構ですね、結婚相談所さんと一緒に仕事をする機会も少なくなかったんですね。なかなか良いご縁だとか出会いがなくて、 結婚する機会に出会えなかったような男性を僕がですねスタイリングすることでまあ、少しでも印象を良くして良い出会いに結びつけるようなそんなお手伝いもかなり多くやってきたんですがまあ、この時にですねどんな着こなしを提案すると一番好感度が高いのかっていうところこの経験がめちゃくちゃ僕の中には生きているわけなんですけども女性が見た時におしゃれすぎる男性って明らかに親しみやすくないしなおかつなんか被覆費がめちゃくちゃかかりそうで結 結婚対象だとか恋人対象としてはあんまり見えづらいっていうところも確かにあるんですね。服にこだわりすぎると、まあとにかく時間もお金もかかるし、服の量もですね、すごく多くなるので、クローゼットの中もパンパンになるわけですね。じゃあそういった人が、 リアルに結婚だとか恋人としてめちゃくちゃモテる対象なのかというと、なかなか現実的には難しいかなと思うんですね。それよりも、まずはダサくないことだとか、清潔感があることだとか、ほんのりおしゃれな雰囲気あるなぐらいの感じが、一番ですね、女性からの印象が良かったなというのが僕の中での実感があるんですね。まあ、そのための着こなしってそんなに難しいものではないんですね。例えば春の着こなしであれば、ちょっと綺麗めなステンカラーコートがあって、 これはネイビーだとかベージュとかでいいと思います。内側に着るものはパーカーもいいんだけど、それよりも丸首のニットですね。このあたりの小綺麗なトップスの方が印象がいいし、あとはですね、シャツですね。シンプルなレギュラーカラーのちょっと緩めのサイズのストライプのシャツだとか、ブルー系のシャツだとか、このあたりもすごく印象がいいかなと思います。ボトムスも色落ちが激しいようなブルーデニムではなくて、色が落ちてないクリーンなですね、細身のデニムだとか、あとはベージュのおじさんっぽく見えるような いわゆるチノパンじゃなくて、ブラック系のイージーパンツですね。スラックスっぽいものの方が、やっぱり印象がいいし、 靴なんかもまあ、ニューバランスがもちろん今っぽくてすごく良かったりするんですがまあ、そこまでトレンド感出さずに白レザースニーカーのようなシンプルで使い勝手のいいものを丁寧に手入れをして履いてる方が好印象だったりそんな感じなんですよねおしゃれが好きな方からするとなんかそれだと個性が足りないよねと感じるような着こなしこれぐらいがかえって好印象だったりするわけですねそんなにおしゃれにエッジを立てすぎてしまうと引いてしまうという方の方が圧倒的に多いんですね 男性と女性が並んで歩いた時に男性の方がおしゃれ頑張ってます感が強いとやっぱり女性としてはなかなかですねちょっと気恥ずかしさがあったりするという話は本当に今までたくさん聞いてきてるのでこのあたりは頭の片隅にしっかりと置きながら自分はどのあたりの着こなしを構成していくのかこのあたりはぜひ皆さんもですね一つ考えていただけるといいのかなと思っていますはいということでいかがでしたでしょうか今回の動画では おしゃれを頑張りすぎるほど、かえってモテなくなる説についてお話をさせていただきました。まとめると、おしゃれをすればするほど、モテるようになるかというと、そんなことはなくて、あまりにおしゃれに凝りすぎてしまうと、親しみやすさだとか、そういったものがそがえてしまって、なおかつ、一般的に見ると、その世界観が全く理解できないっていうことになってしまうので、かえって、好印象は得づらいということ、ここが結論としてはあるのかなと思います。それよりも、じゃあ、どのラインがいいのかというと、 とおしゃれ初初級級級者者者から中級者の中ののででも割と初級者のラインですねこの辺りが最もですね、理解されやすい、ほんのりおしゃれ、好印象のおしゃれかなと思うので、この辺りをですね、意識した方が僕はいいんじゃないのかなというふうに思っています。ただ、それはですね、おしゃれ上級者の方々が良くないと言ってるわけではなくて、おしゃれを突き詰めて、第三者の視点というものをぶち破ってですね、自分の世界観を作っていくっていうのは、これまたもうめちゃくちゃ楽しいし、深いし、最高の 体験だと思うんですねなのでこっちを目指すのもいいと思うんですがそういう場合は第三者からの評価というのはもうですねある程度度外視するという覚悟でやる必要があるのかなというふうに思っています僕なんかはなんだかんだですねおしゃれ大好きだしどんどんですね自分のスタイルだとか世界観を突き詰めていきたいというところもあるんだけどもでもやっぱりなんか第三者から見た時の印象だとかそういったものをまだ気にしてしまうというですねまだまだ人間的に成熟できてない男なので おしゃれ中級者の中で着こなしを楽しむということをですね、もっと落としているわけなんですけども、ぜひ動画を見ている皆さんも結構ですね、自分の世界観をめちゃくちゃ高めたいという方は、僕の動画じゃないですね。 もっとですね、洗練されているファッションチャンネルいっぱいあるんですね。そちらを見てると思うんですね。やっぱり僕の動画を見ていただいている方というのは、まあ、これからおしゃれを頑張りたい人だとか、おしゃれ初級者の方々でもうちょっとおしゃれを楽しみたいという方々が多いと思うんですね。そういった皆さんがおしゃれをこじらせないためにはですね、ある程度のラインまでで押さえていくことも大切だよということを、今回は改めてお伝えできればなと思いました。最後に改めて、じゃあどういったアイテムを揃えればいいのかというと、アウターで言ったらステンカラー、 ココーーートトだとかかチェスターコートそしてダウンンななんかはででですすねね無地ののブラックでシンプルなものです、ね、この辺りがあるといいと思います。で、ネイビーのセットアップみたいなものがあるとですね、ちょっとしたデートだとかビジネスカジュアルでも使えるので、これまた鉄板ですね。そして今トレンド感のあるようなカバーオールみたいなもので、ちょっと小綺麗な感じの春アーターみたいなものもあれば、この辺りまでは結構理解してもらいやすいかなと思います。トップスに関しては、丸首のニット、この辺りは鉄板ですし、レギュラーカラーのブルーだとか、 タイプのシャツがあってもいいと思います。ボトムスに関してはブラックのスラックスタイプのイージーパンツだとか、あとはブルーデニムですね。なるべく色落ちしてなくて太くなりすぎないようなスマートのものの方が理解しやすいかなと思います。そして靴に関しては白レザースニーカーがあれば結構いいと思いますし、バッグに関してはレザー系のトートバッグだとかこのあたりがあればすごく印象がいいのかなと思います。一方でここまで来るとちょっと難しいかなっていうのがサイズ感ですね。ちょっとゆったりすぎるようなビッグシルエットに振りすぎたものははっきり言ってな。 なかなか理解しがたいところがあると思います。まあ世代的にも僕ら30代、40代の男性、これまた女性もそうなんですけども、僕らの目だとか感覚はタイトなシルエットだとかジャストサイズにですね、まだ見慣れてるわけなんですね。ここをベースにしながら、そこから少し緩めぐらいまでは感覚的には理解ができるんですが、それを超えるようなサイズ感というのは、おしゃれ中級者の中でも上位の方、もしくは上級者の方ぐらいしか理解ができないので、このあたりはちょっと難しいかなと思います。 あとはドメスティックブランドだとかハイブランドだとかこのあたりもなかなかですねエッジが効いてるからこそおしゃれが好きな方にとって評判が良かったりするわけなのでこのあたりはなかなか難易度が高いんですねなのでここまでは手を出さなくてもいいのかもしれませんもし価格帯を上げたいのであればまる専門ブランドというところで例えばニットであればセレクトショップのオリジナルみたいなものからもうちょっと雰囲気上げたいんだよなという時にはジョンスメドレーのニットを着てみたいだとかあとグランサスのニッソン このあたりはデザインは非常にベーシックで、素材の質感だとか、仕上がりの丁寧さというところで差別化をしてあるので、まあこういったアイテムに転換するのはすごくいいかなと思います。あまりデザイン的にエッジを効かせたり、色や柄が強すぎたりだとか、サイズ感が大きすぎると、それはですね、なかなか理解されない範囲になってしまうので、そのあたりは注意をしていただければなと思っています。まあ僕自身もですね、こちらの YouTube チャンネルで、 これまでいろんな動画を作ってきたんですが、やっぱりですね、僕自身がファッションが大好きで、ついついですね、エッジの効いたアイテムだとか、コーディネートをやりたくなってしまうんですよね。なので、そっちの方向にたまに触れてるなぁということもあったりするんですが、そうなるとコメント欄でもうちょっと使いやすいスタイリングを教えてくださいというものが増えてくるわけなんですね。まあそういったものを見ながら、あ、これはいけないなということで、ちゃんと大人のベーシックというものをですね、お伝えするような動画を出すようにしてるんですね。まあこれからもですね、僕いろんな こんな動画出してきますが、僕がですね、道を踏み外しそうになった時にはですね、皆さんコメント欄で教えていただければなと思っています。まあ、そんな形でこちらのチャンネルではこれからも大人の男性に向けて、 ベーシックで使いやすい着こなしをどんどんですね、お伝えしていきたいなと思ってるんですが、まあ、今日お伝えしたような、もうちょっと中級者以降のですね、着こなしも僕は大好きなので、そのあたりについては、このチャンネルとはもうちょっと切り分けて、別チャンネルでしっかりと情報を出してるんですね。僕がもう一つ運営している、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で、中級者向けのアイテムとか、コーディネートだとか、そういったものについて、ガンガンに語っています。まあ、そういったものが気になる方はですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひですね、YouTube のメンバーシップ動画もチェック チェックをしていただければなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらの方では、文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説を僕の方でだいたい1日に1、2回アップしていまして、僕以外のスタイリストの方だとか、あとは参加者の皆さんも記事を書くことができて、いろんな記事がですね、1日でアップされてますので、こちらも気になる方は概要欄からチェックしていただければなと思っています。 以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。